皆さんこんにちは、ザ・クラバーズです。よろしくお願いします。本日30度近くなります。くれぐれも熱中症ご気をつけてください。水分補給こまめにして、はい。で、我々は見た通りクラリネットだけのバンドでですね、年齢幅も広くて、下は高校生から、で上は今年定年になった人とかね、いますけども、ちなみに高校生見た感じいます？いないですよね。今日試験でお休みですということで勉強しやるということですね、はい。でまず1曲目、スタンダードジャズで有名な茶色の小瓶を演奏しました。これはザ・クラバーズの勝手にテーマソングとしてこの曲からいつも始めております。で続きましてですね、古い映画ですけど、スティングって映画あるんですけど、そのテーマ曲のエンターテイナーって曲をね、演奏したいと思います。ありがとうございます。ただいまクラリネットソロを吹いた彼、僕の後輩です。関係者がいっぱい来てます。どう、良かったですか？ありがとうございます。良かったですね、はい、ということでですね、続きまして、もうこれは池袋、そしてクラリネットといえばですね、昭和の大ヒット曲鈴懸の道をですね、演奏したいと思います。鈴懸の道っていうのは立教大学にあるらしくてですね、まあクラリネットをずっと吹いてるもんですから、せめて
一回は、ね、演奏するから本物を見に行こうと思ってですね、あの立教大学の方に歩いて行ったんですけど、私あのすごくラーメンが好きで、池袋はあのラーメン激戦区ご存知だと思うんですけど、それであの立教大学行く途中にですね、まあ、あの昔から気になってたラーメン屋があってですね、まあもちろん食べたくないわけですよね。で食べてしまったと、で満足してそのまま家に帰ったというわけです。未だに鈴懸の道をまだ見てないということですね。あの池袋ジャズフェスに教わって お世話になって5、6年になりますけど、毎回行ってますね。ということで誰も覚えてない場所です。はい、それではじゃあ鈴懸の道演奏したいと思います。昭和の名曲ですけども、皆さん見た感じ昭和ですね。はい、ね、だ平成の方もいますかね。あ、もしかしてあれ令和？いや、あの、あ、
あ、旧社ね。ですね。はい。昭和。まあ、我々はもちろん。あ、平成にいる。あ、平成いますね。はい。まあ、やっぱり僕はあの昭和の音楽で生きてきたので、これからは昭和の音楽を演奏したいなと思っております。で、続きましてですね、ザ・クラバーズの、まあ、結局ジャズフェスでお世話になったりとかですね、あと埼玉新都市のジャズフェスとかも出てまして、あとちょこちょこライブやっております。で、そこで毎回必ず演奏する曲がですね、この我々のこのクラバーズが敬愛するですね、山本慎一メドレーという曲がですね、ありまして、それがですね、森ヶ崎海岸と母メドレーなんですけども、知ってる人は知ってるし、知ってない人は知らないんですけど、ダークダックさんとかね、歌ってたりとか、あとカラオケにもあるんで、まあ、とっても素敵な曲なので、ぜひ聴いていただければなと思います。
ありがとうございました。クラリネットアンサンブルっぽい感じですね、はい、それでは最後の曲となりました。皆さんもいろんなものが物価高がなんかですね、電気代高いし、ガソリン代も高いし、消費税も高いし、おやつ代も高いと、本当あの、ね、大変な中、皆さん頑張って生活していくと思います。ということでザ・クラパーズ、ささやかではありますがエールをね、ちょっと送りたいかなということで、最後にですね、スーパーフライさんの愛を込めて花束を演奏して終わりたいと、ぜひ我々の愛の込めた花束を受け取っていただければなと思いますけども、これね、なかなか僕のアレンジで譜面がね、いっぱいあるんですよ。で、大体あの外であるとね、誰かしら風に飛ばされるというのがあって、そういう楽しみ方もありますね一生懸命譜面を風飛ばさにしてますね、はい、ということで
ありがとうございました。じゃあプロポーズでした。本日明日池袋ジャズフェス、素晴らしいバンドもたくさんありますので、ぜひ楽しみいただければと思います。それでくれぐれも熱中症には、ね、本当にお気をつけください。また来年もお会いできたら嬉しいです。本当にありがとうございました。プロポーズでした。